画面の左側がアウェーの FC 東京 U23、 一方の画面の右側がホームのセレッソ大阪 U23 です。国吉主審の笛が吹かれまして前半が始まりました。画面左側、左にエンドを取ったのがホームのセレッソ大阪 U23 です。品田狙っていく、ファインセーブを見せました。この品田が直接狙っていきました。ゴール右、クロスは上げさせませんでしたセレッソ。そして安藤からタワンというところ、ゴールキーパー飛び出している、チャンスを迎える小野沢だ。ドリブルで上がってどうするか、エリアが入ってシュートだ、決めた、先制点セレッソ。決めたのは小野沢、このままドリブルで駆け上がってからシュートまで行きました。まあ、この位置からシュートということも十分考えられたんですが、落ち着いてボールをキープしてから右足放っていきました。小野沢のゴールでセレッソ大阪 U23 先制。見事、まあ、今シーズンはここまで1ゴールを挙げているという浮上です。藤尾翔太が蹴ります。止めた、止めました、よく野沢触った、野沢大志ブランドが止めました。最後後ろに行きましたが、そこはポストに救われたという形、シュート、これのままここは坂上のシュートがありました。奪った、縦に向く、前を向いて西本から右、小野沢、ふわっとしたボール、藤尾決めました。セレッソ2点目、PK を外しているだけに今の笑顔。ここは小野沢からのボール、見事にピンポイント藤尾に合わせていきました。この終盤 FC 東京 U23、 ここで長い笛、試合終了。セレッソ大阪 U23 見事 FC 東京 U23 に2対0クリーンシートで